こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。迎撃ミサイルの性能は近年命中率を上げている。日米合同の迎撃実験ではその性能の高さに正直驚いている。だが、この迎撃ミサイルは、考え方によっては、巡航ミサイルに変更可能とする。傾向もある。日本は、防衛の目的から、巡航ミサイルは発射できない。だが、米国は、違って、今でもトマホークを発射している。その精度の高さは、驚くほど向上している。狙い撃ちができるほどだ。また、この巡航ミサイルを中国側も見ている。中国が脅威とみなしている巡航ミサイルは、日本は所有することは、ないだろう。もしあるとするなら、それは、やはり、米中での何らかの、有事の際に方向転換される。さて、この中国側が恐れている巡航ミサイル。日本は、迎撃ミサイルとして、イージス艦での発射を可能にしている。また、中国、北朝鮮が何を考えているのかを少し見ていこう。2020年4月、北朝鮮の金正恩が重篤な状態、またはすでに死亡している可能性があるとも報じられ、世界中の注目を集めているが、未だ裏付けのある正確な情報は確認できていない状態だ。果たしてこれが事実である場合、それが周辺国にとってプラスを意味するのか、はたまたマイナスを意味するのか、その後の政権運営に注視していく必要があることだけは間違いない。今年2020年に入ってからも、複数回ミサイルとおぼしき兵器を発射していた。北朝鮮だけに、こうした周辺国への威嚇行動も含めて、軍の統制が、いかなる方向に向かうのか気になるところだ。かつて金正恩の父親である金正日が死亡した際にも、不確実な情報が飛び交った後に、後継の大枠の体制が決定された時点で、ようやくその死を報じた経緯もあったことが、思い起こされる。さて、こうした北朝鮮のミサイル発射に対抗することを目的として、現在、日本が調達を進めているのが、従来のものよりも、長距離の射程を実現している。一連の巡航ミサイルだと言える。日本政府では、これらの長射程型の巡航ミサイルを、スタンドオフミサイルと総称しており、敵の戦力の射程距離外からそれらを排除する性能を持たせるものだと説明されている。日本が調達を進める一つ目のスタンドオフミサイルは、航空自衛隊の最新 AF-35A ライトニング2戦闘機に搭載するためのJMS、ジョイントストライクミサイルである。この JMS は、空対艦、空対地用のミサイルで、射程距離が約500キロあり、高いステルス性能を持つ F-35A ライトニング2戦闘機のウェポンベイに、収容して運用することが可能だ。続く2つ目が、空対地ミサイルの、
ジャスム ER、ジャズム ER。であり、アメリカのロッキード・マーチン社が開発している兵器だが、前述の JMS と同様の用途となっている。では、なぜ別々に調達さされるのかといえば、JMR より全長の長い。ジャスム ER は F-35A ライトニング2戦闘機のウェポンベイに、収まらず、従来の F-2 や F-15 戦闘機に搭載するためだ。ただし、ジャスム ER は、JMS の倍となる約1000キロにも及ぶ射程距離を実現しており、最新鋭のステルス戦闘機ではなくとも、より安全な、遠距離からの運用が可能となると言えるだろう。さらに、ジャスム ER 自体が、高度なステルス性を有したミサイルであるため、敵のレーダーの監視網に捕捉されにくく、それゆえに迎撃されにくいという特徴を兼ね備えている。最後の3つ目が、空対艦、艦対艦の2用途に対応したルラムス、ロラズムであり、有名なハープーン対艦ミサイルの後継となるものだと、アメリカでも位置づけられている巡航ミサイルだ。前述のように、ルラムスは戦闘機で運用するだけでなく、戦闘艦艇に搭載された VLS、垂直発射艦からも運用が可能であり、さらに対象も敵艦艇以外の対地攻撃も可能な汎用性が特徴となっている。しかし、これらの巡航ミサイルは例によって国内の反対勢力からは、自衛隊が保有するには攻撃的な兵器であると見さされ、その兵器特性ゆえに糾弾する声が上げられている。こうした攻撃的な兵器は自衛隊なのだから保有することは許されないという指摘は、兵器の本質から考えた場合、そもそもが確実な線引きをして規制することなど不可能な言説だろう。護衛艦出雲、加賀は正式に航空母艦への改修が決定したが、かつては航空母艦は攻撃的兵器だから海上自衛隊が保有することは認められないとする同様の意見が見られた。だが、そもそも兵器自体に防御的、攻撃的だと線引きすることなど不可能なのであり、たとえ核兵器であっても敵からの攻撃を受けた場合の報復兵器ならば攻撃的ではないとすら強弁できるだろう。さらに日本国内の反対だけでなく、南シナ海や台湾海峡、尖閣諸島などに増強著しい海軍力で圧力をかけてきている中国が、これを非難する様は、まさに噴飯物と言える主張というほかない。ジャスム ER、JMS、ルラムスという3種類の巡航ミサイルを日本が調達する目的は、まず北朝鮮に対し弾道ミサイル防衛を実施する、イージス艦への攻撃の防止が挙げられる。そして次には尖閣諸島のような領土の島嶼防衛において、仮想敵となる中国海軍を近寄らせず、こちらのミサイル発射本体は安全な
遠距離からこれを攻撃可能とする点にあるだろう。専守防衛のスローガンは、戦後の日本において憲法9条とともに平和の象徴のように崇められてきたが、いい加減に表層的な言葉上の定義で問題を覆い隠すのは止めるべきではないだろうか。核兵器や多数のミサイルを日本に向ける中国に対して、その動向を刺激しないようにしようなどという認識は、改めるべき時期に差し掛かっていると感じる。